扉はまだ現れてないみたいだな。一体どこにいるのかしら。もしかして萌さんの時みたいにカノンさんがどこかへ。だけどカノンの目撃情報もなかったぞ。まあ新しい情報なら手に入ったけどね。白いシルクハットだっけ。杖をついてるとも言っていました。あと前に聞いた話だと確か背が低いってことになってたよな。リュウたちが話を聞いた人は背が高いとも言っていたんですよね。で会うことができれば夢より素敵な妄想の世界へ案内してくれるのよね。でもなかなか本人には出会いませんね。こんなに目立つ格好をしてるのにな。ってことはやっぱりどこかの妄想郷へ。だとしたら我々に任せてもらおうか。お前は学習能力のない連中だ。我々の邪魔をするなと言っただろう。ご忠告どうもありがとう。だけど手を引くと言った覚えはないわ。忠告ではない、警告だ。いいかしら。秋葉原の妄想を壊すのも、ピンクマントの男を捕らえるのも我々の役だ。我々って今日は一人じゃん。我々も暇ではないのだよ。目下の妄想の原因は手分けして探しているところ。まさか琴美ちゃんは。そこまでたどり着いていたとは少しは褒めてる。琴美ちゃんを見つけるのは私たちの方が先よ。大した自信だな。だが我が自警団員を超えることなど不可能だ。なあ水木はどこにいるんだ。ちょっと朝日、君は確か我々の副団長水木君の知人だった。教えてくれ、今水木はどこにいるんだ。教えてやらないこともある。だがその前に私の質問に答えて、君は水木君に会い、そして何を話すつもり。それは私としたことが愚問だ。まあいいだろう。水木君は今ジャンク通りを調べている頃。わかった。おい立花。ごめんみんな、ちょっと行ってくるわ。ちょっと待ちなさいよ。それでは私も調査を再開するとしようか。待ってください。どうした、我々の軍門に下る気になった。どうして朝日さんに居場所を教えたんですか。何か勘違いしているようだな。朝日君のためではないとだけ言っておこう。水木。朝日。どうしたの、僕なんかに何か用。何か用じゃねえよ。どうして自警団なんかと一緒にいるんだ。自警団なんか、僕が誰と一緒にいようが君には関係ないよ。それとも何、僕はプライベートなことも全部君に報告しないといけないのかな。違う、そうじゃない。話はそれだけ。お、早く出なよ。新しいお友達が待っているんでしょ。いいよ、俺は今お前と話をしているんだから。僕は話すことなんてないよ。俺はあるよ、山ほどあるんだよ。僕はないって言ってるだろ。水木、僕たちはもう今までの関係ではいられないんだ。だからさよならをしよう。じゃあね。何も話してくれないんだよ。新しい友達か。はい、もしもし。あ、朝日さん、ごめんなさい、忙しい時に。いや、いいんだ。で、どうしたんだ。実は、あの、カノン
所が分かりまして。え、本当か？秋葉原駅で目撃情報があったんです。だけど突然姿を消したみたいで。それってつまり、おそらくオーディオの妄想球だろうって。サキさんとヤマトさんが調べに行きました。だからアサヒさんにも報告しておこうと思いまして。そっか、ごめん。すぐ戻るからちょっと待っててくれ。あいつら無理してなきゃいいけど。自警団にいる理由なんてどうでもいいじゃないか。もう戻れないんだから。ごめん、お待たせ。サキとヤマトは？お二人とも中に入っていっちゃいました。わかった、すぐに追いかけよう。あのだけど大丈夫なんでしょうか？だってお友達と。いいんだ、だから今は二人を追いかけよう。ちゃんとこまめにしておきましょう。お客様を発見です。どうされますか？まだまだ。そして必勝です。お相手2名様、攻めです。やりました。どこじゃない。さっき、ヤマト。ああ、誰かと思ったらウサコと立花か。あら、どうしたの？いや、だってお前らがここに。ごめんなさい、リュウが連絡しちゃいました。そういうことか。なんだよ、いらない気を使いやがって。勘違いするなっち。俺だったら大丈夫だから。結局すれ違いで会えなかったわ。ま、どうせそのうち会えるだろう。なんて言ったって自警団の副団長だからな。それよりカノンがコロナ禍にいるんだろう。早く追いかけようぜ。ええ、行きましょう。お客様を発見です。どうされますか？お客様でしょうか？ご注意が必要ですよ。お客様でしょうか？ご注意が必要ですよ。奥に進まれますか？ご案内いたしますね。待って、あそこにいるのって。カノン、出てこい。もう逃げられねえぞ。ヤマト、違うっち。なあ、もしかして。あれれ、やっはーん。誰かと思ったらアサヒンたちじゃん。あかり。なんだよ、勘違いさせやがって。こんな場所でどうしたの？解決済みの妄想なのに。ああ、そうじゃないんだ。なあ、ここにカノンは来なかったか？あれれ、もしかしてアサヒンたちもカノン探しなの？
だけどね、ここは外れみたい。誰もいなかったよ。本当か？ここに隠れる以外考えられないんだ。ってことは、つまり、そうか、そういうことだったのか。あ、おい、ヤマト、どうしたんだ？俺には分かった。ホオズキアカリ、お前が、カノンだな。私カノンだったの？知らなかった。びっくりだよ。さすがスーパー団員のあかりちゃんだね。どこから突っ込めばいいのかしら。そっとしておくのも優しさだ。おいカノン、さっさと正体を現しやがれ。バレてしまったのなら仕方あるまい。いくら変装したって俺の目はごまかせないぜ。よくぞ見抜きたもうことなかれ。何を隠そう、このハイパー団員あかりちゃんこそがカノンなのである。初めから気づいてたぜ。なあ、そろそろ止めるか。ええ、そうしましょう。おい立花、何すんだよ。宿敵の前で仲間割れとは見づらいぞ。あかり、お前もだ。皆さん楽しそうで何よりです。ねえあかりちゃん、本当にカノンを見かけなかったかしら。うん、見てないよ。もし見てたらちゃんと捕まえないと団長に怒られちゃうからね。だけどカノンはこの近くで姿を消した。俺たちが入った時にはすでに出た後だったのか。もしくは初めからここには入ってなかったってことね。ってことは、つまりこいつが。いて、お前は黙ってろ。これ以上ここを探しても無駄みたいね。一度表に出ましょうか。あ、私も一緒に帰る。お腹ペコペコだよ。よし、じゃあみんなで一緒に戻るか。ちょっと朝日、あかりちゃんは自警団なのよ。ああ、だからどうした。どうもするわよ。言いたいことはわかるけどさ、あかりだし、まあ大丈夫じゃないか。大丈夫だと思います。ほら、本人もそう言ってるし。言ってます。もう朝日ってば。それにさ、どうせついてくるんだろう。ピンポン、ピンポン、ピンポン。気がします。ちょっとリュウちゃんまで。わーい、じゃあみんなと一緒に帰ろうっと。もう仕方ないわね。たった今。結局一緒に戻ってきちまったな。もういいわ。ねえあかりちゃん、あなたたちもカノンを探しているのよね。そうだよ。カノンについて知ってることを教えてもらえないかしら。それはダメ。いくら先々でも団長に怒られちゃうよ。金髪で色白だなんてことを教えられるわけないよ。それにね、背が低いってことも内緒なんだよ。金髪で色白で背が低いのね。あかりちゃん、ありがとう。わーわーわー、なんで知ってるの？あかり、ありがとう。もしかして私喋っちゃってた？団長に怒られちゃうよ。なあ、身長の情報だけいつもバラバラじゃないか。背が高いとも低いとも言われていますね。シルクハットのせいかしら。慎重に含めるか含めないかで違ってくるわ。やっぱり都市伝説みたいだな。あれも地域によって微妙に違ったりするしさ。噂話なんて大抵そんなもんだろう。確かな情報なんてほんの一握りだろうしな。あ、団長からメールだ。ああ、よかったな。
気をつけて帰れよ。ふん、団長たちにみんなと一緒で楽しかったって言っとくね。バイバイ。完全に懐かれちゃってるじゃない。あの子は一応自警団なのよ。いやついな、子供の面倒を見てる気分になってさ。まあ分からなくもないわ。それに新しい情報も手に入ったことだし、今日のところはよしとしましょう。でこの後はどうするんだ。カノンを探し続けるのか。琴美さんの行方もまだつかめていませんよね。両方気になるけど今日はもういい時間ね。続きは明日にしましょう。じゃあお疲れさん。